だ5時半か。なんでこんな時間に目覚ましが。そうか、今朝は神社の手伝いに行くんだったっけな。昨日とわ姉から頼まれて。そういや、肝心の内容を聞きそびれてたな。バイト代も出るって話だが、こんな早朝から何をやるんだ。まあいい、ちょっと早いが、登校がてら寄っていくとすっか。さすがにしおりはまだ寝てるか。ま、昨日のうちに連絡しといたからいいだろ。朝飯忘れてたな。一人暮らしってのは気楽だが、面倒も多いぜ。久しぶりな気がするな。そういや、2年になってからは全然来てなかったっけか。とわ姉が担任になってからなんとなく立ち寄りにくくなったんだよな。せい、はっ。道場から、こんな朝っぱらから誰かいるのかよ。あいつは。はっ、やっ、やっ、はっと、せい、はっ、やあ。脇が甘い。腰も入っておらん。丹田に力を込め。もう一度じゃ。はい。空棒、いや空だったか。そういやこっちにも週一で通ってるとか言ってたな。はあ、久々に見たが相変わらずとんでもないっつうか、技のキレにしろ体のバネにしろ高一レベルじゃねえだろ。でもなんだ、微妙に集中しきれてねえような。なんじゃ、やっと来たか。あ、コア先輩、おはようございます。久しぶりじゃの、我が孫よ。まったく、用事がなければちーとも顔を見せぬとは。じっちゃん久しぶり。いや、一人暮らしを始めていろいろ不慣れなことも多くてさ。おお、おかしいの。風の噂では今まで以上に勤労に励んでおるようじゃが。ただの噂だろう、ただの。うん、それより悪いな、ソラ。稽古に水を差しちまって。そんなことないです。それよりも今日はよろしくお願いしますね。よろしくって何の話だ。おれ、受け取れ。これって道義か。俺はとわ姉に頼まれて神社の手伝いに。うん、じゃからとっとと着替えてくるがよかろう。しばらく挨拶にも来ぬ上、高速違反の深夜アルバイト、さぞしごきがいがありそうじゃしの。まさかごめんね、コウ君。コウ君のアルバイトの話がおじいちゃんにバレちゃって、どうしても呼び出せって断りきれなかったの。騙しやがったな。代わりといってはなんだけど、
バイト代として朝ごはんを作っておいたから。どうせコウ君、今朝はろくに食べないで来たんでしょ。ああ。もう、しおりちゃんがいないとすぐ適当に済ませるんだから。そらちゃん、おじいちゃんも終わったらみんなで食べてね。私、朝の職員会議があるから一足先に失礼するね。はい、お気をつけて。気をつけていくのじゃぞ。そんじゃ俺もこれで。観念せえ、かわいい孫よ。年貢の納め時というやつじゃ。いい機会じゃから、とことん性根を叩き直してやろう。頑張りましょうね、ゴー先輩。ああ、これは逃げられねえか。でもまあ、そうだな。ここらで少しは勘を取り戻しておくか。それじゃ、この英文とその訳を、せっかくだからヒイラギ、読んでくれるか？はい。 If my wish comes true, I want to become a bird. Even if I lose everything else, someday I want to go to the place of memories with him. もし願いが叶うなら、私は一羽の鳥になりたい。他のすべてをなくしても、いつか彼との思い出が眠るあの場所へ。パーフェクト。さすがは帰国子女だ。発音なんかは俺よりいいな。そんなことは。でも、さすがに授業のたびにいつも読まされるのはちょっと。みんなの視線も痛いですし。そうだな。だったらこんなのはどうだ。
こうちゃん、あくびなんてしてたら刺されちゃうよ。それにしても佐伯先生は相変わらず大人気だね。ちぇ、いけすかねえぜ。ちょっとイケメンだからっていい気になりやがってよ。じゃ、そこでいかにも答えたそうにしている伊吹、立ってくれ。あ、俺女子じゃねえの？まあ分からなくてもいい。答えてみてくれ。やべえ、全然分からない。こう、頼む、教えてくれ。はあ、なんで俺が？ダッチだろ。ほら、早く早く。ああ、もう仕方ねえな。何何？よし、わかった。忘れられない旅になるです。正解、エクセレントだ、いぶき。お、マジ？ありがとうよ、こう。まあこのくらい楽勝つーか余裕つーか。理不尽だ。英語で何より大事なのは伝えようとする気持ちだ。それさえあれば自然と身について自分のものになっていく。せっかくだからみんなも実践的な英語を身につけてくれ。俺と一緒に一歩ずつ頑張ろうな。一生ついていくっす。よし、これで一件落着ってわけだ。よく眠ってるみたいだし、仕方ねえ。家までおぶって。その前に。おい、何を？イレイス。え、ヒイラ
ギさん。はあ、おい、しおりに何をしやがった。安心して、異界に関する記憶を封じただけ。でもやはり的確者であるあなたには通じないみたいね。お前は一体何者なんだ。あの得体の知れねえ異界、グリードっつう化け物もだ。言っとくが、今さらごまかしが通用すると思うなよ。いいわ、ある程度説明しておいた方が秘密も守れるでしょうし。え？異界、それはこの世界が何十年も前から歴史の裏側で関わり続けてきたものよ。あなたも目にしたゲートという特異点、それを起点にグリードがいる迷宮がこの世界に重なり、さまざまな形で侵食する。それがイクリプスと呼ばれる現象よ。イクリプス。それはさまざまなきっかけによって引き起こされる。今回の場合、倉敷さんの不安や恐怖が増幅されたことがきっかけになった可能性が高いわね。そんなことが何十年も前から起きてるってのか。当然公にはされていない。普通の人に異界は認識できないから。多くの場合、原因不明の事件や不可解な自然災害、あるいは怪談や都市伝説などの形で処理されるわね。そしてそんな異界を監視する組織が裏の世界に存在している。結社ネメシス、暗き翼と真実を捉える目を掲げる者たち、私が所属している組織よ。まるでアニメっつうか、ライトノベルの話っつうか、とてもじゃないが頭がついていかねえぜ。言ったでしょ、理解できなくても無理はないし、する必要もないわ。倉敷さんも朝にはちゃんと目を覚ますでしょ。家まで送ってあげるといいわ。待ってくれ、まだ聞きたいことが。いくら的確者とはいえ、あなたが素人であることに変わりはない。重ねて言うわ、これ以上立ち入るのはやめなさい。プロとしての忠告よ。時坂、いきなり出てきてびっくりするじゃない。どうかしたわけ？急いでたみたいだけど。ええ、これから武道場に行くところ。
どうして？知らない。悪いけど部活に遅れるから。それじゃね。気合が入ってるな。うちは部活動にも力を入れている方らしいが。あら、お客さん。こんにちは。部長の寺田よ。2年生みたいだけど、見学に来たのかしら。男子の活動日は別の日なんだけれど。いや、実はちょっと後輩の様子を見に来たところで。なるほど。空から聞いたことがあるわ。子供の頃にお世話になった武術道場の兄弟子がいるとか。そんな大層なもんでもないっすけど、久しぶりに組手をやったら空相手には防戦一方でしたし。無理ないかもね。あの子は本当10年に一人の逸材よ。中学を卒業したばかりとは思えない次元の違う強さっていうか。やっぱわかりますか。ええ、あの子の実家の生島流、知る人ぞ知る古流空手なんですってね。高校でやる空手とは違うけど、あの子が入ったおかげで部の雰囲気も引き締まったわ。他の子たちもこれからどんどん伸びて。生島！何度言ったらわかるの？これは基本の型を身につけるための組手だって言ったばかりでしょ。他の1年が真似をして怪我でもしたらどうするの。はい、すみません先輩。あんた一人のための部活じゃないんだからね。勝手なことばかりして他の人に迷惑をかけないで。はい。愛沢。ああもう、時坂君、申し訳ないけど失礼するわね。じゃあ俺もこの辺で。空にはまた別の機会に声をかけてみるっす。ありがとう。悪いわね。そこどうしたの。確か久我山だったか。亮太がファンとかいうなんとかっていうアイドルグループの。
いつはたくめんどくせえな。おーい、これ落としたぞ。事務所のカード。嘘、いつの間に。ついさっきな。やっぱ大事なもんだったか。うん、赤坂にある事務所の ID カードなんだ。はあ、危うくマネに小言言われるとこだったよ。ありがとね、おかげで助かっちゃった。名前なんだっけ。お礼にサインしてあげるわ。なんならキスマークもつけてあげよっか。いや別にいい。じゃあな、もう落とすなよ。え、ちょっと待って、別にいいって何よ。人気急上昇中のアイドル、スピカメンバーリオンちゃんの直筆サインよ。ああ、そういえばそんなグループ名だったか。近頃よく聞く気がするな。そういえば気がする。悪いが、アイドルとかあんま興味がなくてな。ダチがファンだから噂くらいは聞いてるんだが、そういや曲もちゃんと聞いたことなかったか。まさか同じ学校でこんな失礼な奴がいるなんて。まだまだ私たちの努力不足なんだわ。こうなったらこれまで以上に頑張るっきゃない。おい、どうした。つうか遅刻しそうとか言ってなかったか。そうだった、急いで事務所に行かないと。君、名前は。いやだからサインは別に。いいから名前。時坂だ。 2B の時坂こう。時坂くんね。OK、覚えたわ。はい、これ。こいつは？この間発売された私たちのシングル、せっかくだから聞いてみなさいよ。絶対いいから。それじゃね。
ー